今何年生？1年生。習い事とかってしてる？何してる？スイミングと勉強、いっぱい勉強してる。今その体操教室と英語2つですね。春はスタートの季節、子供に新たな習い事をさせたい方も多いのでは。そこで今日は習いたいっていうお電話は殺到しております。でその中でもやはり7割は K-POP。 お金のことって大事だから、子供からというよりかは親御さんから参加申し込みしましたっていう方が多いです。小学生の最新習い事事情、時代を反映した今時の習い事とは。なんだ今時はすごいですね。すごいですよね。ワクワクするな。さあ今日は子どもの習い事についてです。私は子どもの頃ピアノと習字と水泳と少林寺拳法と囲碁を習ってた、うん、少林寺拳法と囲碁、はい、兄の影響で兄弟の、ね、すぐやめちゃったものもありますけれども、ね、石井さんは習い事何されてますか？少年サッカー、スイミングスクール、習字とかですかね。カイラさん、で僕でもさっき言った絵画教室行って、あの水彩画やってました。いいな。いや違う自分がやるわけじゃないですからね。絵の間がお前そんなことやってたんかみたいな感じでやってましたよ僕。行ってほしかったから絵画教室に行きました。いろいろな、ね、習い事があると思いますし、やっぱりこの4月っていうタイミング、習い事を新しく始める人が多いというタイミングなんですよね、はい、そんな中ですね、じゃあ今どうなのかと、お子さんがやりたい習い事、はい、そして親御さんがやらせてみたい習い事、こちらです。ランキング形式、子供がやりたい習い事の1位はプログラミング、ダンスを差し置いて、そして3位には動画制作などが入っている、保護者がやらせたい習い事の3位にもプログラミングが入っているんですが、ただ親御さんの方はやっぱり英会話とか、あとは学習術とか、こんな差もあるんですけれどもね、まあ、プログラミングが1位になっている子供がやりたい、石井さんどうですか？いや驚きですね、なんかこうピアノだったりとかそういうのが上位かなと思ったんですけど、プログラミング、ね、確かに学校で授業があって、はいはい、子供がパソコン持って帰ってきて家でなんか楽しいよとかは言ってるのは聞いたことある。やっぱりそうなんですね、でも1位なんですね、今時ですよね。なぜかっていうと、やっぱり子供がやりたい職業、なりたい職業に紐づいてるんですよね、はい、動画制作だと、まあ、YouTuber とか、プログラミングはゲームクリエイター、なるほどそういったものに関連してくるんですよね。将来を見据えてるってことなんですよ。でプログラミングっていうのも2020年から小学校必修、今や中高でも必修になっていますし、来年の大学入学共通テストでは情報という科目が追加されるんですが、そこでもプログラミングの問題が出るようになるんですよね、まあ、プログラミングに関してはいろいろな形の教室があるんですけれども、その中でですね、こちらご覧いただきましょうか、はい、紹介するのが、キックスクレファスというプログラミング教室なんですが、なんとレゴを使ったプログラミング教室なんですよ。レゴでできたロボットを子どもたちが、ちょっとわかりますかね、この iPad、 iPad で操作するっていう、タッチパネルでやる、それでプログラミングを学んでいく、まあ、テーマなんですけども、こちら楽しく学ぶ、学習ですね、まあ、ですから本人は勉強している感覚っていうのがないんだけれども、プログラミングの基礎、そして物理科学や数学といった理系の力がついている。そして、この狙った動きをレゴにさせるためにトライアンドエラーをやっぱり繰り返すじゃないですか、そうすると自分で考える力、さらには問題解決能力を育むこと。面白い、すごいですね。なかなか大地さんでも僕らプログラミングのプノージもないようなねえ、子供時代聞いたこともなかったですね。ねえ、まあ、そんなプログラミングだけでなくですね、はい、習い事はどんどん多様化しているということで、今時の習い事どんなものがあったんでしょうか。腰や首のひねり、足先から指先まで全身を使ったダイナミックな動き。福岡市のダンススクールでは5年前から小学生向けの K-POP ダンスクラスを開設しました。当初は3名からスタートしたんですけど、現在は102名。やっぱり K-POP ブーム、まあ、韓国ブームが来たからだと思います。習いたいっていうお電話は殺到しております。でその中でもやはり7割は K-POP です。 K-POP アイドルとか K-POP のダンスっていうのが好きで、自分も踊ってみたいなって思って、今や世界を席巻する韓国のエンターテインメント、 SNS などでも K
K-POP を目にする機会が増えているといいます。 NiziU の、 縄跳びダンスとかが流行ってる時に K-POP ってこういうのなのかなみたいな感じで興味をそこで持って他のグループとかもちょっと見てみようかなみたいな感じで K-POP が好きになりました。 K-POP は可愛いだけじゃなくてすごいキレキレでみんなダンスがぴったり揃っているので K-POP のダンスがもう魅力的だと思います。 K-POP クラスに通う小学生から高校生は合わせておよそ200人と大幅に増加。 K-POP を通じて韓国そのものに興味を持つ生徒も実際韓国語を学んだりしてる生徒がいるようです。何名かが事務所韓国の事務所に応募したりして合格してっていう話もあります。もっとここだけじゃなくてたくさんのステージでダンスを披露してみたいなと思いました。 TWICE のモモなんですけどモモみたいにちゃんとダンスをうまく踊ってみたいなって思います。かっこいい。一方小学校低学年から中学年の子どもたちが集まるこちらのスクール、スマホを使って買い物をできます。これね、勘違いしてほしくないのはね、何でもね、スマホで買えるわけではないっていうことをね、分かってほしいなというふうに思います。行っているのは、子どもの金融教育。投資や外国為替など、お金についてゲーム形式で学んでいきます。今からこのニコニコカードってやつでお買い物をします。カードに貼られたシールを残高に見立てて、キャッシュレス決済の疑似体験、お使いで頼まれたカレーの食材を電子マネーでお買い物するという授業です。チョコレートだったら、お、チョコレート来た、よーし、はい、ゼロになった。スマホとかクレジットカードがあればもう何でも買えるって思ってるお子さんも結構いらっしゃいます。使うのは簡単なんですけど、ちゃんと計画を立てて使ったり貯めたりするっていうことを、理解しておいてもらいたいなと思います。電子マネーの使い方とか、ね、課金をするとかいうのが怖くてそれでスマホを渡せないんですよね。今から勉強を親子でしていかなきゃいけないなと思っています。今は見えないお金が当たり前で自分の子供の頃と違いすぎたので自分ではちょっと教えれないかなと思って。キャッシュレス化が進む中、お金は習わないと理解できないものになっているのかもしれません。買い物をするっていう問題を出したときに、お釣りいくらでしょうっていう問題だったんですけど、もうお小遣いをこう電子マネーでもらってるのでお釣りっていう概念がわからなかった。ちょっとすごいですね、お釣りがわからない、算数の問題が成り立たなくなっちゃう。いや本当そうですよ、いくら返ってくるかちょっとわかんなくなっちゃう、ね。ちょっと VTR にもあったんですけれども、まずやっぱり小さい頃からお金の勉強するの大事じゃないですか、それプラス今子どものスマホを使った課金とか問題になってると思うんですけど、それを親御さんが注意しようとしても教え方がまずわからない、課金の仕方が親御さんがわからないというケースもあるそうで、こちらの教室では親子と一緒に学べるという、そういったこともしてるみたいなんですよね。買い物ごっことかもう電子マネーなんですね。時代変わってますよね。お札じゃないんですね。昔そうだったよね、子ども銀行とか書いてね、ありましたよね。本当習い事多様化しているんですけれども、そんな習い事を支援しようというそんな事業もあるんですね。福岡市における制度なんですけれども、こちら子ども習い事応援事業というもので、子ども1人当たり年額12万円分の電子クーポンを支給されます。で、対象が限られているんですが、福岡市在住で生活保護世帯または児童扶養手当受給世帯の小学5年生から中学3年生ということになるんですが、事業に登録している1200以上の教室で利用することが可能。石井さん、対象は限られているんですが、こういったのは親御さん的にも嬉しいですね。そうですね、やっぱ習い事で親がこう気になるのは費用面と、あと送迎とかそういった時間もねかかったりするんで、なんかそういうところでこういう費用面に関してのサポートがあるっていうのはね嬉しいですよね。送迎やっぱ大変だったりするんですか？送迎はうちはピアノをちょっと遠方で、具体的に言うと糸島で習ってるんで具体的に言いましたね、そこまで送っていくっていうのは結構ね大変なんですけど、やりたいっていうと ね、そうなんですよ、お子さんの後押しをしっかりさせてあげたい。これだけねやっぱり多様化している中ですけれども、しっかりとした経験ですからね、こういったタイミングを生かしていただきたいと思います。